これで十分きますかね。大丈夫ですか。でやるのは両方やりましたよね。はい、じゃあ今度腰のストレッチやっていきますね。はい、じゃあ腕をちょっと横に水平に広げるような感じで、そうですね、そうですね。で失礼いたします。伸びがこの辺ですかね。十分きてますかね。はい。はい。あ、痛いよ。短いわ。はい。たとえたくなってから。そんな大変なことしてないんですけどね。痛い痛い痛い。いろいろ痛い。腰が良くないですね。いろんな部位が痛い。いろんな部位が痛い。やらない動作なんですね。はい、どうですか。大丈夫ですか。はい。腹の肉が邪魔な気がします。それかなり太った人が言うことなんですけどね。本当ですか。引っかかるんですよ。引っかかってます。はい。じゃあこちらもね、やっていきますね。まずちょっと下目にやりますね。こちら押さえます。失礼します。はい。あ、もうないでしょうか。はい、はい、横にしていきます。あ、これ息止まります。息止まる。息吐してくださいね。はー、はい、はい、じゃあ上の方に息吐。いや、死にかけのヤギみたいな。汚い気がね、そういう今出しちゃダメな気がする。大丈夫です、大丈夫です。紫色みたいな、グハーみたいな、おならみたいな気が。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。はい、出しちゃってください。はい、はい、やってるとね、ちょっと柔らかくなってきますから。はい、はい、あ、今大丈夫ですか、急に伸ばして。はい、そういう感じですね。はい、横向きのストレッチを行っていきます。はい、じゃあ腕失礼いたします。これもまあそのままこういう感じで胸のストレッチですとか、まあ、やっぱこうちょっと妊婦さんですとか横向きとか仰向けしかできない方もいらっしゃいますので、そういう方のために横からでもまあ伸びがちょっと、これで十分きますかね。大丈夫ですか。めヤギが出ました。ヤギがめ。まあこうあれですね、こうストレッチではないですけど、乗ってにくい肩が、肩関節が、肩大丈夫ですか、なんか肩くっついてませんか。肩離れないでしょ。いや、あれなんですよ、もうちょっと動くんですよ、ぐるぐると。ここからですね、今動き始めましたけど、こういうことです。はい、はい。ああ、なるほど。こういうやつですね。体操でやるやつですね。モビリゼーションとか言ったりするんですけど、はい、動きをこうちゃんと。どんどん枕がずれるっていう。大丈夫ですか。はい。こんな感じですね。ああ。でも気持ちいいくないですか。私これ気持ちいいくて好きですけど。痛気持ちいいです、今。はい。ああ。こういうこと、まあ、横向きだとこういう動作やったりしてますね。うん、ですね。とか、でもこれでこのままこっち側ね、こういう風にしたりとか、はい。あ、痛い。ストレッチもありますね。はい。これで今こうすねの方とももの表の方と伸びてますね。はい、まあ、肩の方とかも。こういう風にしていただいて、これちょっとやっぱモンハさん肩が前の方に入ってますので、これをまあちょっと後ろの方に引くようにして、いかがですか。気持ちいい。はい、こういう感じで、まあお客様の体に合わせてですね、必要なストレッチを要所要所で入れることもございます。
まあ、ご希望の方はストレッチ多めにお願いしますとかやっていただくと、はい、まあ、あの対応いたしますのでお申し付けくださいませ。どうでしたかね、はい、まあ、こんな感じで反対側も行いますね。じゃあこちらもやっていきますね。このようにして脇腹伸ばしたりですとか、伸びてますか？伸びてます。はい。はい、ここにして、まあ、胸の方ですね。ここにして伸ばしたりですとか。はい。ちょっと何回かやってるので、だんだん伸びる範囲がね、広がってますね。どうですか？ちょっと楽になってきましたよね。はい。はい。あ、でも、まだきついですか？そっか、まあ先にやりましたけれども、なんかちょっとこちらで押さえさせていただいて、このような感じで肩首のストレッチいかがでしょうか。はい、はい、伸びてますか。伸びてます。気持ちいい感じでしょうかね。はい、はい、これは、はい、寝る前にやってほしい。ああ、そうですね、うん、あのストレッチやっておくと、例えば、まあ、足のストレッチなんか特にそうなんですけど、釣りの予防、足がつっちゃう人とかは、冷える人とか、よく釣ります。そうですね、足が冷えるとかむくむとか釣るとかいう方にもストレッチおすすめですね。ストレッチやっておくと、こうあの足が冷えにくく釣りにくくなります。それで、まあ、さっき言ったようにこうちょっと眠くなったりもするので、酸素が運ばれるので、うん、あの熟睡、すごい眠いですね。熟睡できますね。結構ストレッチって短時間で結構全身をほぐすことができるので、とか、まあ、その肩の体の状態によって必要なストレッチをすることですごいバランスが取れたりですとか。そうなんですね。そうですね、まあ、あのちょっとストレッチって難しい部分もあるんですけど、間違ったやり方とか、あのその人がもう十分伸びてるところを伸ばしちゃって、硬いところを伸ばさないとかやっちゃうと、余計バランスが悪くなったりとかしますので。難しいですね。そうなんですよ、だから個人的にはあんまり、なんて自分でやら分からない人がやるのはちょっとおすすめできないんですけど、はい、まあ、そのちょっと客観的に 見た上で、あの適正なあの力加減だったりとか方向に持っていけばすごい有効ですね。へー、はい、な感じですかね。はい、行いました。ストレッチいかがでしたか。いいですね。寝る前にやってもらってなんか、はい、止まっていきたい気分なるほど、動きたくなくなりますからね。そうですね、あるいはその、まあ、布団かけて朝食だったみたいな気分気になるの。出張マッサージとかでストレッチやるといいよみたいな感じですかね。旅館とかね。はい、そうですね。じゃあ一旦こんな感じで、はい、どうですか、立ってみた感じ。なんか目線が高くなりました。そうなんです、姿勢が良くなって。本当ですか。はい、ちょっとやっぱこうバランス取れますよね、はい、あの姿勢が綺麗に、あ、ね、なんかまっすぐじゃないですか。まっすぐです、まっすぐです。あのバランス、足の歪みとかもね、あの割と、ね、いや、あのちゃんとやると肩もこう入ってたのをこう伸ばすっていう風にしてるので、ね、すごい、はい、だって私こんな姿勢まっすぐなの珍しいです。珍しい、綺麗です、なんか、はい、いつものももはさんとちょっと違う。違いますよ、ね、はい、キリッとしてますね。はい、そう、背がね高くなる効果もありますね。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます、はい。